ダイエット始めて10日目ぐらいです。最近はお酒をまず10日間、11日目か、飲んでなくて、炭水化物も減らして、果物とか野菜を多めに食べてます。ちょっとね、すっきりして2キロぐらい痩せたんですけど、まだまだこれからって感じで、油断せずに続けて、やっぱ継続しないと意味ないんで、継続していきます。キュウリなんですけど、これカルフールで日本の醤油が売ってて、ちょっともう大きいですけど、180元ぐらいだった。700円ぐらいだったんですけど、買いました。醤油つけて食べようかなって思いやーす。よいしょ。台湾キュウリうまいんですよ。みずみずしい。とりあえずお腹が空いたらキュウリを食べる。よく噛んで食べるのがいいって言われて、あとは自転車にあんまり乗らず歩くっていう、歩いたり走る。やっぱ自転車があるとどうしても自転車に乗ってね、さーって行っちゃうんですよ。それも気をつける。皆さん、ダイエットに効く食材あれば教えてください。下のコメント欄に。キムチ台湾で 400g で180元ぐらい、なんかちょっと高い気がするんですよね。日本ってキムチめっちゃ安いですよ。はい、もうこれ全部食べちゃおう。醤油とキムチって合うのかな、やってみよう。そう、日本の方が安い食材が醤油、納豆とか、やっぱり日本は朝ごはんとか家で食べるじゃないですか。台湾どっちかというと外食なんですよ。なのでこういうなんか家冷蔵庫に入れる、まああと輸入のものが高いってのはもちろんあるんですけど、台湾キムチってあるのかな。キムチとか納豆がめっちゃ高いんで、まあしゃあないんですけど、食べきっちゃった。キムチ買ってこないと。韓国人街とか行けばいいのか。ディンシーってところ、そういうのあるんで、今度行ってきたいと思います。思いやーす。あ、冷たい。うん、日本の醤油と合うな。あ、うまいっすね。
あ、しょっぱ。しょっぱ辛い。あ、塩分取りすぎこれ。日本人ってしょっぱいもの好きだよねって台湾人の友達に言われて、確かにと思って、ラーメンとかめっちゃしょっぱいなって僕も最近思います。日本帰って一蘭とかのラーメン食べたら水入れないと無理だってなって水入れてますね。うまいけどしょっぱい。醤油とキムチはしょっぱすぎる。朝のコーヒーができたので、やばい、飲んでいきたいと思いやーす。あー、やばいな、これこぼれるな。ちょっとすいません。ハンドドリップで朝丁寧に入れてます。うまい。コーヒー豆を買ってきて、カリタのコーヒーミル手引き、台湾でこれ買って2,000〜3,000円、3,000円はしないか、3,000円ぐらいのミルでコリコリしてます。はあ、今日は朝の今8時30分、5時4分、もう頭おかしくなってる。8月30日、2020年8月30日の日曜日の午前5時40分です。ああ、これって小学校、日本の小中学校ってもしかして明日で最終日とか、今日かな、夏休み。懐かしいですね。皆さん日本の方だともうすぐ小中学校、新しい年、あれですかね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そんなところでダイエット中の26歳、約90キロ、ダイエット10キロ痩せる、3ヶ月で10キロ痩せる企画です。頑張りやーす。それでは、冷えてる？あ、あと2秒。バイバーイ。